はい、どうもこんにちは、ボネルンです。今回はまあそうですね、4日前くらいかな、もうちょい前、まあ約1週間前なんですけれども、まあ、天皇杯の、ベスト16を決めるヴィッセル神戸対川崎フロンターレの試合で、まあ結果的に言うと3対2でヴィッセルが勝って天皇杯のベスト8まで進出することが決まりました。はい、まあね、とてもね嬉しいです。はい、まあね、まあ、それもねすごい嬉しかったんですけれども、まあ僕はまあ見てたんですけれども、まあ一番ねもうあの時に、まあ、それこそまあ個人的には、まあ、西選手とサンペール選手といやそこら辺の選手、まあ飯倉選手とか、まあ、結構新加入の選手とか、まあなかなかねチームに馴染めていなかった選手とか、まあ、すごい才能があるのにそれをなんかうまく発揮、しづらかったというかできていなかった選手がすごい活躍していた試合だったので、とてもねそれはファンとしてね嬉しく思いました。まああとそうですね、まあただねやっぱポトロスキ選手がまだねなんかよくわからないんですけれども、復帰というか、ね、なんか今日本にいないみたいなんで、まあこうまたね帰ってきたらやっぱ BIP のねビッグコンビね見たいなと思います。まあそういうねそのまあ今回は話したいのはそこじゃなくて小川圭次郎選手なんですけれども、まあ以前言ったこともあるかもしれないんですけれども、僕はね小川圭次郎選手のことがめちゃくちゃ大好きで、まあ理由としては、まあ、足が速くて、まあ、イケメンでかっこいいと思ってて、でまあすごいインタビューとかも見てるんですけど、しっかりしていてかっこいいなと思ったからです。でまあその小川選手なんですけれども、最近ねすごいゴールラッシュしていて、まあすごいねファンとして嬉しいなと感じていたんですけれども、もっとすごかったのがそのフロンターレ戦で、まずね一人、まあ、選手を忘れたんですけど圭次郎選手がパスを受けた瞬間、まあ、スピードだけで置き去りにして、もうね本当に足の回転がね歯車のように歯車のようにもうね、もうめちゃくちゃ速いので、まずそれで一人置き去りにして、で、まあ、ディフェンダーと一対一になって、まあ、シザーズとかフェイント入れてかわして、で、それもね、股抜きでかわして、で、最後の一対一でも股抜きっていうね、もう、あのゴールはすべてもう圭次郎選手がやりのけた、もうスーパーゴールということで、本当にね、素晴らしかったです。まあ、まだ見てない方はね、ぜひ見ていただきたいんですけれども、まあ僕もね、実は、まあ僕と一緒に住んだって話なんですけど、160センチ、まあ僕と一緒にしてあげないでっていう、まあ、言い方が、ちょっと何て言うんだろう、その、まあそんな感じで、まあ、もう小川選手の方がね、もう僕より100倍、まあ1万倍、もう1000倍、1億倍前と思うんですけど、まあ、小川選手も、まあ身長がすごいちっちゃくて、まあ僕は言えないんですけど、まあ、だけど、すごい、ドリブルとか、ボールコントロールとか、足のスピードとかが速いから、まあ僕もね、こんな選手になりたいなと思って、まあすごい憧れている選手なので、まああの試合を見てね、また僕も、あんな感じになりたいなっていう、サッカーに対する愛情というかね、そういうものが、芽生えてきました。ということでね、本当に素晴らしかったです。圭次郎半端ないって感じでした。はい、ということで今回は圭次郎選手について語りました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。